皆さんお久しぶりです。肉団子です。さあ、今日もやってまいりましょう。スプラトゥーン実況プレイ。今日はガチアレエリアでチョウザメ造船です。よろしくお願いします。さあ、久々の小エリ実況プレイですよ。スプラトゥーン2。最近ちょっと忙しくてね、声の収録ができなかったんですけどね、今日はゆっくりと声を入れながら実況ができます。さあ、正面の敵ボムで追い返してしまいたいところ。チョウザメ造船はここ、おっと、味方二人溶けてしまう。ちょっとここは一旦引きましょう。味方に落ちなんでね、ローラーが詰めてきましたね。このローラーをうまく処理したい。なんとか霧を取る。ギリギリでしたね、ちょっと。やっぱね、味方がね、スイーピー引きの時はね、一旦引くに限りますね。そうすると味方のね、援護が早くなるんでね、無理しないほど肝心です。特に若葉みたいな縫い武器だとね、ガチエリアではね、どれだけ生き残れるかが勝敗を握る鍵になるんでね。ナイス味方。味方のフォローがいい感じに刺さってますよ。さあ、後続に、後ろ逃げた敵は味方がうまくカバー入れてくれてますね。敵をボムで追い返してしまいたいところ。おっと、危ない。さあ、慎重にここは立ち回っていきたい。死なないことを第一に考えた立ち回りを目指していきたいところ。おっと、危ない。セーフ、セーフ。おぉ、ミサイルまで来ている。危ない、危ない。死なないように立ち回っていきたい。オッケー、あ、ごめん、ごめん、ガタ。ナイス。さあ、なんとかリカバリーを入れていく。慎重に立ち回っていきたい。オッケー、一匹刺さる。さあ、間をつけて味方を援護したい。下に行きますね。こいつをボムで入らせないようにしたい。エリアやっぱね、どれだけエリアに近づけさせないかっていう立ち回りが重要になってきますからね。ここら辺考えて立ち回っていきたいところです。うん、なんとか勝てましたね。やっぱね、一旦 S プラスに降格してますけど、これぐらいのクラスだとまあ安定して勝てますね。なんか早く、腕前 X に戻って、実況していきたいところですね。ご視聴ありがとうございました。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローをよろしくお願いします。まだ動画配信を始めたばかりなので、あなたの一票が私の力になります。それでは次回また会いましょう。